はい、10秒前ね。はい、6本目までは真ん中までプルダッシュね。で、偶数はスイムダッシュで、よーい、はい、プルやで、プルでダッシュやで、はい、プルやで、プルやで、プルやで、プル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 、はい、プルやからね。1本目は、1本目プルやで、プル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 、はい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 、そしたら終われるとクイックターンで終わろうか。クイックターン、真ん中までいったらクイックターンね。クイックターンで終わり。はい、こう、よーい、はい、真ん中まで、真ん中までいったらクイックターンね。はい、で、偶数はスイムダッシュですよね。さっきのプルのやつを生かしてあげるって感じね。で、クイックターン入れるのはちょっとそういうちょっと俊敏性とかね、あのクイックターンで小さく速く回るというトレーニングを、まあ、ここで積んでいこうと思って入れましたね。最初の説明は思いっきり忘れてます。はい、そう、はい、で、プルの時は足先しっかり伸ばしてな、落としたからね、まっすぐね、それもトレーニングやからね、よーい、はい、水平の姿勢しっかり保つようにプルの時ね、はい、しっかり足水平の姿勢ね保ってや、そう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 、はい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 、こう、よーい、はい、まずこれ6本いってます。はい、今4本目やね、はい、はい、はい、OK、はい、はい、寺尾さん素早く回りましょうか。スポーンと素早くね、はい、はい、これラストやね。よーい、はい、今日はこれ50秒サークルでいってます。はい、で、ターンは素早くやで、小さく速くね、はい、はい、オッケーオッケー、はい、はい、くだよ、はい、はい、スイムやね、スイムね、はい、こうやって交互にやるとね、そのプルとか、まあ、次もキックやるんですけど、そこでね、培ったものっていうのがスイムに活かしやすくね、なりますんでね。はい。だから、どうしても例えばプルだけやったら結構早いけども、スイムの時になると、もう一つかなっていう人とかは、こういうトレーニングで、自分の得意なプルをスイムの時に活かせれるように持っていくのがいいとね、思います。はい。いける。
次キックね、キックやね。でなるべく水上キックでいこうか。水上、なるべく水上キックでね。よーい、はい、スイムの時に生かすためのキックやから、水上キックでね。はい、で次の6本は水の上でのね、水上キックね、水上キックで、これスイムの時に生かすためのねキックでをちょっと鍛えてみます。はい、はい、で小さく早くね、小さく早く、小さく早く、はい、 OK。 はい、はい、こうスイムね、今のキック生かさなあかんで、ね、よーい、はい、今のキックしっかり生かすようにね。よーい、はい、よーい、はい、はい、でキック小さく早くやね、小さくて早くね、大きかったら進まへんからね、小さく早くね。ほんで巻田さん足開いてるからね、足閉じて、お尻軽く閉じて、足先を揃えてください、しっかり、うん、ほんならいけるから、はい、ミキちゃんはキックね、結構大きいんだよね。で、トモちゃんはちょっとキックの時になると足がちょっとでかすぎるんで、もうちょっとコンパクトに。トモちゃんもうちょっと小さく、もうちょい小さく、幅がちょっと広いから、ね、はい、あ、良くなった良くなった、はい、オッケーオッケーオッケー、はい、いけるね、はい。で、ブレストは後ろにね、しっかりとバーンとこう、水をね、パスするというような感じでね、蹴飛ばしていくと OK です。はい、行こうか。はい、で今のキックを生かさなあかんで、しっかりね、はい、まあすごいベタですよね、ベタな練習ですけど、こういうの効いてくるんでね。でトモちゃんは逆にスイムになるとええキックになるんで、はい、ね、これをまあ普通のキックの時でもまあしっかりね、今ぐらいでいけるようにね、トレーニング積んでいけば、そのスイムのキックのスピードというのも上がってくるんで、はい、あと2本、はい、はい、いただきます。